やばいものが登場、サイゲのモデリング班がすごい、に対するみんなの反応。大根のぬか漬けのモデリングって今まであったっけ？サイゲのモデリング班はすごいな。ガラケーのモデルも初登場かな？小物どんどん増えていってる。ガラケーのモデリングがめちゃよくできてて笑っちゃった。ガラケーなんてさすがおばあちゃん。ボタン配置まで完璧すね。楽々本だと思ってたらそこまでではないのか。ガラケーのモデルとか、アキュートばあちゃんとマルゼンさん以外に誰が使うというのか。激マブですらスマホだよ。新山実装。地球作ったりラバン作ったり、3D 制作半日は暇なのでは。小道具に謎のこだわりあるよね。ディス地球はいろんな意味で衝撃的だった。サイゲの中の人も、まさか地球のモデリングするなんて思わんやろ。オグリやスペやライス用のでっかいおにぎりも作ろう。オグリが、これが私の夢だったと言って、土手にを出すのも近いな。背後の謎空間からでっかいちゃんこ鍋を出す棒のか。私を満腹させたいのならその3倍は持ってこいと言うんだが。他に使う人おるんかってレベルで、小物が補充される馬娘。サイゲのホカゲーでそのうち見かけることになりそう。他に使う人おるんかステークス一番人気は地球儀です。あれ雲とか入ってるから地球儀じゃない。地球だ。紙か何か？サポカのゴージャス実装のフラグ。どんなお菓子持ち歩いてるんだろうと思ったけど、漬物は予想外だった。近頃の日持ちしない漬物じゃなくて、くっそ硬くてしょっぱいやつがいいなぁ。日持ちがいいし、塩分補給としてはお漬物は結構優秀なのよね。まあおせんべいやアメちゃんあたりが来ると思ったら、まさかの漬物だったのは確かに予想外だった。梅干しじゃないのか。おばあちゃんが生まれ変わった幼女が大根飴使ってる漫画思い出したわ。ツイッタージャパンより仕事してるだろ。一日16時間働けない奴は解雇されるんだよな。闘魂用のムチもモデリングしてくれ。メイドインワリオみたいに、気合を入れろってアキュートバーバをムチで芝くミニゲームが実装されるってこと？イメ損してないし OK。なんなら本物に近づいてるしな。電話とメールぐらいしか使わないから、会社携帯はガラケーってところは今も多かったりする。マルゼンさんはポケベル暗号も知ってるからポケベルも持ってたんだろう。待て、マルゼン姉さんって何歳なん？小物は新人研修説。闘魂注入された中野プボくんが馬娘になったら、ガラケー使ってる可能性ありそう。走ってた年代で見ると、フラッシュより前の世代はガラケー持ってたことあるんじゃねえの。シリウスシンボリ用のビリヤード玉とか、北高たる前のホッキガイとか、着々とモデリングされていそうだ。まず一回落ち着こう。他にぬか漬けの使いどこどこだよ？朝ごはん食べるシーンとか。スペちゃんや雪のんが、よく地元で作るの手伝ったんですよ。懐かしいなぁ的な出番があるかもしれんじゃろ？黄色にすればたくあん漬けになるだろ。案外ラモーヌあたりが出してくるかもしれんやろ。無敵ちゃんのシナリオで漬物食べる場面あったと思うから、そのうちそこでも使われるかも。まあ丸尾根はしょっちゅうスマホでやる気下がってるから、もうガラケーにしてよ、と思うことはある。僕作、そろそろ出番か。そろそろ蹴るか。破片が飛び散る物理演算の調整までやるから、小物制作新人研修その2だな。クッキングバトル的なイベントでワンチャン使える。あれだろ。相手に直接攻撃して完成品ドロップさせるのが最適解なんだろ？炎の料理人クッキングファイターハオとか誰が知ってるんだよ？ネタはわからんが名前は聞いたことあるな。料理バトルする G ガンダムなゲームだっけ？もともと、固有演出のためにいろんな小物、Mac の T セットやフラッシュのレイピア作ってたから、何も特別なことはないだろ。ディス地球を超えるインパクトはさすがに今後ないだろうな。ヘリオスがディス対応やったら面白いけど。ミラーボールにしよう。光源はヘリオス本人。
ヘリオスくんは光りたいのかね。ではこの薬をぐいっといきたまえ。安全性は私のトレーナーで試しているから大丈夫だよ。マベさんならなんかぶっこんできてくれそうな予感はある。ガラケーで自撮りは普通に難しいわな。前世紀はディスプレイ部分が回転するタイプが主流だったから割とそうでもない。食事のモデリングにいちいち力入れていくスタイルいいぞ。こういう小物が充実してるゲームは良いゲーム。ディス地球は福来たるの水晶玉の側を張り替えれば完成だから、モデリング的には難しくはないんよな。むしろ水晶玉のモデリングが他に役に立ったわけか。ディス地球とか可愛い玉とかすごいよね。変な T シャツも着せたい。戦闘民族とか背中に追い越し禁止マークとか普通に欲しい。自分で作れるやんっていうかもだけど、やっぱ公式デザインで欲しいよね。何ひけらかしてんだ。おにぎり1個にしか力を入れられなかったゲーム会社だってあるんだぞ。どこのファイナルファンタジーなんとかサンフィクティーンなんじゃろうね。は？カップヌードルまで力を入れてたんだが？ディス地球はパールの固有考えて作ったら、この地球いいじゃんで小物かも果たしたとかだったりして。ディス地球は本当に衝撃だった。意外なところ？でクリークのカレー頭のたこ焼きのモデルはない。なんとなく見たことあるような錯覚に陥るが。頭のたこ焼き。この前の重い金イベントでもそういえば一枚絵だけだったな。このぬか漬けもぐりぐり回せるんやろ。すげえな。やべえこのバーバかわいいな。でもダメだ。この石はミニスカサンタダスカのために残しておかなきゃ。バブリーなセンスだって意外と出番あったし。次の馬散歩。アキュートとの食事で再登場します。持ち歩くには多すぎだろと思ったけど馬娘なら普通か。そのうちマルゼン姉さんと CB がポケベル出してくるぞ。ワンコーのモデルもゴルシと中山の謎ゲームで使われてたし、マルゼンさんのバブリーセンスもちょこちょこ出てるからそのうちどこかで出てくるでしょ。折りたたみ式のガラケーなら馬娘用でバナナぐらいの長いサイズありそうだな。スペちゃんが背後から出し入れする大盛り焼きそばの方がよっぽど怪奇だよ。楽々本系だとショートカットボタンやスライド電源スイッチがあったりするのよね。爪楊枝まで刺さってるのが細かいな。電話とメールは 4G ガラケーでやってるけど、充電1回で10日以上持つから楽だぞ。ガラケーもソニー製か後期のパナソニック製にそっくりで、結構リアルなのくさ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。